いわゆる革命的なツールだとは言ってますけど、はい、一日でも早く広げた方がいいんじゃないか、一人も取り残したくないなっていうのは基本方針。マイクロソフトの竹内でございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。デンソーの竹内ですよろしくお願いいたします。まずはじめに、デンソー様の会社の、取り組み内容を含めて、簡単な概況のお話をいただけますでしょうか。まず私どもの環境安心、それから共感って3つの大義を挙げて進めてます。で、環境の方はカーボンニュートラル35年に達成しよう、これものづくりの部分ですけども、はい、それから安心の方は交通死亡事故ゼロ、これは35年目指しています。まあ、こういった私ども取り組みを社会の皆さんに共感していただけるように企業活動を進めていこうということなんですけども、はい、まず環境の方はですね、いわゆるカーボンニュートラルを達成するためにはカーボンフットプリントのデジタル化が非常に重要ですということ、はい、それから電動化も当然そういうことになるんですけども、これもですね、今までの当然充電とかいろんなとこ始まってくるということは、これもインフラとつながらないといけないということで、はい、物理的なつながりに加えてデータのつながりが出てくる。だから交通死亡事故ゼロについても、まあ、車だけでできることはもちろんありますけども、はい、今まで以上に複雑なシーンで交通死亡事故を減らさないといけないとなると、当然インフラとの連携が必要になってくると。インフラに通ってカメラだとかいろんなところデータを車と通信をすることによって、それをもとに最適な車の運転はどうするべきかというようなところ、これもデジタルになってくるということなんですけども、これは今までやってきたのはそれぞれの技術とか技能のそれぞれが持っているコアな技術をもとにみんな今までやってきたんですけども、これが一人一人の知識だけじゃなくてみんなの知識を集めて、それでそれによって非常に複雑な問題を解いていくということになってくると思ってまして、はい、まあ、そういったことができるといいなというふうに思ってます。はい、まさにその人の可能性を磨きながら引き出してっていうところと、あとは他方でその人が住んでいるその地球にも優しいことをしっかりと同時にこう並行してやっていこうじゃないかと、まあ、こういう非常に崇高な取り組みだというふうに理解しました。ありがとうございます。この今の時代背景、まさに100年に一度のこう変化が来たというケースですとか、あるいはまあ今その SDV という流れが来ている。でそこに対して相まるようにまた生成 AI というモメンタムもまたこう同時に来ている、うん、こういう中でやはりその先ほどの話です、やっぱり人と技術、ここをとにかく磨くというところなんだと思うんですけども、うんうん、この磨き込む上でやはりその生成 AI に対するご期待値といったところは具体的に竹内さんどういったようなものなんでしょうか。今まで磨くっていうのはエンジニアがソフトとか IT を学んで個人的に磨く部分はもちろんあるんですけども、まあ、デジタルの社会になってくるとそれぞれが持ってる力をどうやって結集するかといった時に、はい、まあ、そういういわゆる大部屋的なその人のつながりコミュニケーションの中でやる部分ももちろんアナログ的にはあります。一方で持ってるデータとか過去のデータをどう活用してそれを活かして次のことをやっていくかといった時に、今までの AI と違って生成 AI はそれをもとに確率論でいろんなものをまさに生成していくわけですよね。例えば自動運転であれば今まで走ったデータであり、いろんなものが融合されて価値が出てくる、はい、今までそれぞれのシステムでモデルベースの開発をやっていたものがこれはまたつながってきますと、そういったところにこれいわゆるデジタルツインのサイバー側のデータとリアルでやって特定したデータってのがどんどん融合されてくるわけですね。まあ、最終的にはそれはもう車1台、1台とか社会的にそういったものはデジタル的に解けるような、まあいわゆる計算環境が揃ってきていると、はい、いうことになってくるので大きく変わってくると思います。まあ、そのためには結局もともと持っているものをしっかりこう集めてくる、はい、でそれはちゃんとデータが民主化されてないといけませんし、セキュリティが担保されてないといけないし、はい、そういったことを全部こうボトムネックが解けた段階で初めてやれるっていう、はい、その時には協調するところもあれば競争領域もあるというところで、それはしっかり定義されていくっていうのがまさに
今社会の動きだというふうには思いますよね。ありがとうございます。これまで元来蓄えられてきたような人と技術に関するそのナレッジと、それ以外の伝祖様外のさまざまな情報、そしてそれらを今度つないでいく、そしてセキュアにそれらをいかにつないでいくかと、まあ、この3つの要素をいかにこう生成 AI のような、まあ、人ではなかなかこう解くことはできるのかもわからないですけど、それをいかにこう早く確率論的にいい方法っていうものを見出すかっていう観点での生成 AI っていうものに対するご期待だと、そうですね、いったところと理解しました。今まさに伝祖様では生成 AI のご利用というものをですね、非常に果敢にこういったところに取り組みをされていらっしゃるかと思いますけども、職場環境でもマイクロソフトの365コーパイロットと言われているようなものをご導入いただくということをご決定いただきましたけれども、これをご決定いただくに至ったその背景の部分というのもお話しいただけるようでしたらお願いできますでしょうか。そうですね、はい、まず御社のサポートによってこれ広げられて本当にありがとうございます。もともと M365 を、まあ、全社展開しているということと、はいはい、それから昔からパワーポイントなりワードなりエクセルってみんなもう普通に使ってますから、まあ、そういったIT 環境に最も適したものがいわゆる Teams であり、いわゆるその今回のコーパイロットのだと思ってまして、はい、つまりそれはデータが同じようなところで、まあ、例えばシェアポイントとかデータが集まったり、それを利活用できるような環境が IT 環境揃ってますという意味では非常にそれは当然セキュリティの面でもやりやすい面はあると思う。そういった意味で、まあ、慣れ親しんだソフトの中にパイロットがあるっていう、はい、非常にやりやすいんじゃないかとは思いますね。なるほど、はいはい、ありがとうございます。まさにその伝祖様はこれまでのそのマイクロソフト365の環境というものをまあ構築する際からもですね、日本だけにとどまらず世界規模でも一つのスタンダライズを標準化されたですね、環境でご利用いただくぞといったことをそのシステム化の時に信念として掲げられて、決してその複製を作らないような形の取り組みをされた、まあそういったところもやはりデジタルの責任者の方がのやはり強烈なパッションといいましょうか、あとは実行能力といったところによるのかなというふうに思いますが、今回のその生成 AI の取り組みそのものというものはやはり竹内さんの中ではかなり思い入れもあってのお話でしょうか。まあまあ、基本はデジタルな世界になった時に、まあ、一人も取り残したくないなっていうのは基本方針で、製造の工場の皆さんにも全員デジタルツール配ってますし、じゃあこれはじゃあホワイトカラーというか、まあ、技術技能技術それからまあ事務系の人も含めてどうやって効率化しているって時に全員が使うかもちろん正直分かんないですけども、それ取り残してしまうといけないんじゃないかと、でもちろんアーリーアダプターもいればレートアダプターもいるということで、はい、少しずつこう本当にまずは数百人レベルで使わせていただいて、これはかなり効率化ができると、まあ1時間ぐらいの大体効率化ができればもう本当にこうペイできるぐらいの話になるということが実証できましたし、まあ、そういったところでデータをどんどん集まってくる自動的なツールがこれまさにできるわけですね、はい、別のツールをこうセットにすると、はい、まあ、それ API を揃えなあかんだとかいろんなツールを勉強しないといけないとなりますけど、その点は非常にやりやすいんじゃないかなというふうに思いますね、はいはい、誰も取り残さないデジタル施策、デジタルへの取り組み、これはまあコーパイロットの今回ご導入の決断の背景にもあるということなわけなんですけど、これは竹内さんの中ではやはり公平性とあとは透明性で、機会は皆さんに平等に、それと今やってる仕事が1ヶ月かかるものが1週間1日になったらみんなこうまた違うことやれるじゃないですか、はい、つまり仕事が全部流れてますから一箇所だけものすごい時間かかるのあったら多分流れないわけですよ、はい、今までの仕事これは1週間かかってこれ2週間それぞれ部署が違うんですけど、それは全部例えば1日でできるなってきたらすごく効率化できる、そうですね、だから絶対ボトムネックがないようにしないといけないんですよね。一般的にはやはり段階的に徐々に徐々にこう展開するケースというものが私どもも相対しているお客様でありあるいは企業様からお聞きするわけなんですけれども、竹内様の方で今回一定の評価期間を経てから一過線こう導入展開を決定された時のその際のですね決断の背景にはやはり誰も取り残さないっていう考え方っていうのがあったんでしょうか。
取り残されてる人がいるってことは明らかに自分のところにはないんだっていうことになりますから、それは多分許されないと僕は思っていますと。で普通はそうステップバイステップは当然やって、もうみんなが使えるようにいずれにどっちにしてもやると思います、はい、どこの会社も多分やっていくと思うんですけど、で今回の場合はすごく短期間に効果が見えましたと。それから IT 関係も揃ってます。でこれを使えば明らかに良くなることは自分でも理解しましたと。で多分同じような仕事をやってる人も結構多いということなの、これはあの本当に一日でも早く広げた方がいいんじゃないかっていうふうにちょっと思ったということですので、はい、あの、はい、全てがいっぺんにやるよということではないんですけども、これは本当にあの、はい、まあ、いわゆる革命的なツールだとは思ってますけど、今のお話は非常に多くの方のご参考にはなるんじゃないかなというふうに思いました、うんうん、はい、マイクロソフト365コーパイロットに関しまして、もしもあの竹内様でからのですね、忌憚のないマイクロソフト社員のご要望等々ございましたら、ぜひお聞かせいただけますでしょうか。そんな何もないんですけど、あのいろいろその、まあ、使い勝手の面だとか、はい、いろいろこう会話させていただいて、そこら辺があの、真摯に対応いただいているというのは非常にあの助かってます。ありがとうございます、はいはい、あとはいろんなまたどんどんこういったものを開発いただいて、あの職場環境とかはどんどん良くなるものが、はい、多分もうすでにお考えだと思うんですけども、それもまたあのご提供いただければなというふうに思います、はい、ぜひあの売り手と買い手ではなく一緒にそのより良い世界を作る、ね、競争パートナーとしてですね、はい、これからもご一緒できればと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本日はありがとうございました。